皆さんこんにちは。日本を代表する有名なサッカー選手である本田圭佑さんはご存知ですよね。現在はカンボジア代表監督兼ゼネラルマネージャーとして活躍していますが、彼には違った顔があります。それは投資家です。本田圭佑さんは個人ファンドである KSK エンジェルファンドを立ち上げ、これからの将来を担う企業やテクノロジーなどに投資を積極的に行っています。また2018年にはハリウッドセレブのウィル・スミスさんと本田圭佑さんを含む4人でドリーマーズファンドを立ち上げ、スタートアップ企業にも投資していく予定です。さまざまな企業に投資してきた本田圭佑さんですが、なんと今回は大麻関連企業に投資したのです。大麻が違法である日本に住んでいた本田圭佑さんが大麻関連企業に投資するのは非常に驚くべきことです。そこで今回の動画では投資家である本田圭佑さんと投資した企業について解説していきます。ぜひお楽しみください。プロサッカー選手として世界中を魅了してきた本田圭佑さんは、他の人が一生かけても手に入らないほどの富と名声を手に入れました。しかし常にチャレンジをやめず、世界中を飛び回る生活を送っています。また彼は自分の資産などを使って多くの企業や団体に出資しています。なぜ出資をするのでしょうか。彼は個人の投資ファンドである KSK エンジェルファンドを運営しており、そこから多くの企業などに出資しています。投資ファンドのミッションは、世界中の誰もが夢を見て追い続けられる世界。このミッションを掲げたきっかけは、ある国に行った際に貧しい子供が幼い兄弟の子守をしながら物乞いしている姿を見てしまったからです。その時に何とかしないとなという気持ちになり、行動を開始したそうです。最初は自身の取り柄でもあるサッカーを教えるスクールを設立しました。しかしサッカースクールでは限界があります。そこで考えたのが、先進的な企業やテクノロジーに投資すること。先進的な企業やテクノロジーに投資すれば、投資した企業やテクノロジーが貧しい国にいい影響を及ぼすかもしれません。そうなればその国に暮らす多くの人が夢を追いかけられる社会になるはずだと考えたのです。このような理由から本田圭佑さんは投資家として革新的な企業やテクノロジーに投資を始めたのです。今までどんな企業に投資してきたのかというと、これからの将来に必要となりそうな技術やサービスを提供する企業に積極的に投資をしています。最初に投資した企業は、中高生向けのプログラミングスクールなどを運営するライフイズテックという会社に7億円投資しています。また荷物預かりサービスを提供するエクボクロークにも投資しています。さらにブロックチェーン企業であるクアントスタンプやドローンファンドにも投資を行っています。投資先を見てみると、将来的に成長を遂げる可能性がある業界に属している企業ばかりです。これらの企業のテクノロジーやサービスが発展すれば、多くの人の生活は変化し、より豊かな生活を送れるに違いありません。まさに彼が目指している世界中の誰もが夢を追い続けられる世界となるはずです。ここからがメイントピックとなりますが、本田圭佑さんが大麻関連企業に投資したことが分かったのは2019年の4月のニュースからです。カリフォルニア州の大麻卸売業者であるナビスは、2019年3月に終了した2回目の資金調達で400万ドルを調達しました。その投資家たちの中に本田圭佑さんの名前があったのです。このナビスという会社は大麻関連の卸売業を事業にしており、2017年に創業しています。この企業は40以上もの大麻ブランドとパートナーシップを結んでおり、カリフォルニア州の 90% 以上の小売業者に大麻製品を販売しています。ナビスは独自の物流ソフトシステムウェアを開発し、そのシステムを使って物流を管理しています。そのソフトウェアのおかげで、大都市圏および主要な流通市場で納期厳守の納入成功率 98% と36時間での出荷を実現しています。その結果もあって出資してもらうことができたのでしょう。
ナビスはこれらの資金を使ってさらなる業務の効率化と南カリフォルニアの需要拡大に対応するためにロサンゼルスに1万平方フィートもの大きな流通拠点を建設する予定です。大麻関連企業がこれだけの資金を集められることも驚きですが、あの本田圭佑さんが大麻関連企業に投資したのはさらなる驚きです。日本では大麻は違法とされていて、人生を台無しにするドラッグだと昔から言われてきました。しかし彼は世界中の誰もが夢を追い続けられる世界に大麻が必要であると考えているようです。いかがでしたでしょうか。本田圭佑さんが大麻関連企業に出資したのは驚くべきことではないでしょうか。彼も昔から大麻がドラッグであると教えられてきたはずなのに、彼自身は大麻を有益なものだと考えているのです。彼が大麻を認めたというニュースは多くの日本人の大麻に関する価値観を変えるきっかけになるかもしれません。 MJ チャンネルでは大麻に関する情報を分かりやすく解説していきます。少しでもいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Twitter とメディアの運営も頑張っていますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。